気をつけ、敬礼、治れ。どうも、ラッパ坊主と申します。本日はですね、サイドクエストの無料ゲームバーチャルモータースポーツをプレイしていきたいと思います。はい、こちらのゲームですね、サイドクエストの無料ゲームでして、本日配信されたゲームとなります。はい、このゲームですね、デモ版で非常に機能も限られてはいるんですけども、ちょっと個人的にですね、本当にこのゲームのちょっと可能性を感じたというか、本当に素晴らしいゲームだったので、ちょっと今日は紹介させていただければと思います。本当にですね、もう機能も限られてまして、もう車種も選べないというか、もう本当にいきなりスタートというか、もうゲームがスタートしてしまうような状態なんですけども、まずちょっとですね、設定のですね、ちょっといじりたいと思います。この設定のですね、一番下、このバーチャルステーリングウィール、ハンドルのことですね、ここをオンにすることで、オキュラスのコントローラーがですね、ハンドルと、認識してくれるようになりますので、ここをちょっとオンにして、今日はゲームをしていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、このゲーム本当に、グラフィックもそこそこ綺麗なんで、はい、すごくないですか？これ本当に。はい、今ちょっと一回ポーズかけたんですけども、結構本当になんかこう乗って、本当に車乗ってる気分というか。で、これあと座ってプレイできますんで、はい。もう本当に運転してるような気分に浸れるというかですね、本当に素晴らしいゲームだなと思います。はい、これがちょっとすごいっすよ、マジで。ちょっとですね、早速でやっていきましょう。はい、じゃあ、スタート。はい、このゲームですね、右コントローラーのトリガーをですね、押すことで、右コントローラーのトリガーが、アクセルですね。で、左コントローラーのトリガーが、バックですね、バックになってて、で、B ボタンがブレーキになってますので、はい。非常に操作的には、そんなに難しくはないので、本当に直感的にプレイできます。はい、おー、すいません、自分ですね、ちょっと個人的なことなんですけど、ちょっとレースゲームがちょっと苦手でして、一部ちょっとお見苦しいプレイもあるかと存じますが、ご了承いただければと思います。いやー、本当に、この没入感っていうんですかね、本当にオキュラスクエストならではのゲームだなと思うんですけども、さあ、こう、ちょっと自分、本当レースゲームちょっと苦手なんですよね。ちょっと苦手なんですけど、でも本当の、ただ、こう、なんですかね、走ってるだけでも楽しいで、わーっと一体いくら弁償すればいいんだっていうところですね、本当に。はいはいはい。おーっと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 、ちょっとゆっくり安全運転で。はい。ちょっと本当に安全運転で、ちょっとプレイしていきたいと思いますので。はい。さあ。またカーブだ。あーね、ブレーキ踏みすぎたー！あ、ちょっと、いやー、まあ。VR だからよかったですね、本当に。はい。いやー、でも本当にこの、すごいですね、爽快感というか。ただこれちょっとなんですかね、ハンドルモードでやってると、ちょっと腕が疲れちゃいますね。はい、ずっと腕上げてるんで、おっと。はい、ちょっとクラッシュしまくりなんですけど、ちょっと気を取り直してやっていきましょう。いやー、本当にこのゲーム無料でできるっていうところが本当すごいと思うんですよね。はい。いや、おっと、はいはい、気を取り直して、ハイバックして、はい、やっていきましょう。あとですね、これ、ですね、すみません、一点注意点がございまして、サイドクエストはですね、オキュラスの非公式のアプリとなっておりますので、ですね、導入とかですね、アプリのダウンロードにつきましては、必ず自己責任で、お願いをいたします。はい、ということで、はい、ながら運転はダメだよっていうことも教えてくれるゲームです。はい、ちょっとですね、この車体動をちょっと見たいなと思いますので、ちょっとこのゲームのですね、ガーディアン機能をオフにしたいと思います。はい、これ決して推奨プレイではないので、ご注意いただければと思います。ちょっと個人的にですね、見ていきたいなと思いますんで、はい。今、ガーディアン機能オフの状態なんですけども、お、すごいですね。なんかこのレース場に降り立ったというか、なかなか臨場感ありますね。はいはい、こんな感じなんですね。はいはいはい。かっこいいですね。もうさっき何度クラッシュさせたことか、はい。もう申し訳ないですね。はいはいはい。じゃあちょっとこっち見て、はい、おー、ほう。すごい、本当になんかレース場を歩いてるっていうか、こんなことでしたらめっちゃ危ないですよね。はいはい、こんな感じなんですね。はー。はいはい。おー、じゃあ前はこんな感じなんですね。はいはい。なんかこの、なんていうんですかね、俯瞰で見るのもなんか悪くないですね。なんかこれはこれでなんかありなのかなと思ったんですけども、はいはいはい、ちょっと俯瞰しながらちょっと操作してみようかな。はいはいはい。さあさあ、ああ、なんか悪くないですよね。これ
全然推奨プレイじゃないんで、はい、本当注意していただければと思うんですけども、あ、なんかこれはこれでいいですね。はい。やりやすいというか、ちょっとこのゲームに反したプレイ方法なんですけども、なんかこれはこれででも、本当にゲームとしては、なんかやりやすいですね。はい、やりやすいって言っちゃちょっとあれですけど。はい。でも、あ、すごいっすね。ほんと、ちゃんと外の景色も作り込まれてて、あ、素晴らしいな。はい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 。いや、これはいいぞ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。冒頭でもですね、お話しさせていただいた通り、まあデモ版なんで、まあコースの種類だとか、まあ車も選べないんで、まあちょっとあれなんですけども、まあ無料でここまでできるっていうのはもう自分としてはですね、個人的にはもう全然ありだなと。まあ、あと、オキュラスクエストで、レースゲームちょっとやったことがなかったんで、ちょっと今回ダウンロードしてみたんですけども、公式の方もですね、まあ今後、まあちょっと製品版で出るのかどうなのかわかんないんですけども、よりですね、機能、充実させるようなことは、書いてありましたので、まあ、本当に今後に期待のゲームだなというふうに思いました。はい。あとですね、まあ、再度のアナウンスになってしまうんですけども、サイドクエストはですね、オキュラスの非公式アプリとなっておりますので、各地にですね、この導入とかアプリのダウンロードに関しましては、必ずですね、自己責任で導入の方をお願い申し上げます。ということで、本日はこれにて動画を終了したいと思います。ぜひですね、チャンネル登録&高評価のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。それでは、バイバーイ。